ネマラボと不完小僧の木曜シネマ探偵団。沖縄屈指の映画教習団シネマラボと不完小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまつわる面白トーク番組、ユーストリームで全世界に配信。シネマラボ特艦小僧の木曜シネマ探偵団。はいさーはい、ご卒業中華なびら、はい、今夜も始まりました、シネマラボ特艦小僧の木曜キネマ探偵団でございます。今夜も夜11時まで、お付き合いください。お願いいたします。ゆたしくん、ゆたしくん、ね、はい、今夜も司会を務める、平隆二です。よろしくお願いします。トーマヘスです。はい、よろしくお願いします。今夜は多いっすよ、はい、こちらからどうぞ。あ、藤木です。はい、映画研究者藤木さんでございます。画面から来て、あ、今でも千春が来てる。はい、続いて今日も来てしまいました、イリカです。よろしくお願いします、はい、イラストレーターさん、デザイナーさんでございます。ザ、あ、小犬間千春です。はい、千春さんです。そしてこの鉢巻きを巻いてる人元特艦小僧で、あの空手とヤクザの話になると呼ばれるのユギです。その通りでございます。ユギ亮君でございます。もっと強調する必要あるんですか？まあ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 一応ね。はい、ということでこの6人でお送りします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあもう始めましょうか。あ、まあでも一応簡単な、まあ、そうですね、こちらこの番組ですね、ツイキャスト、フェイクス、フェイスブックライブの2つ、フェイクじゃない、フェイクニュースじゃないですフェイスブックライブの2つで配信しております。今、ツイキャスで見てらっしゃる方は皆さん画面の向かって右側、こちら側の方にコメントを書く欄がございますので、ぜひまあ、ツイッターとねリンクができますので、こちらコメント書いていただけると番組の方で反映させていただきます。はい、それとフェイスブックライブ、今シネマラボ特艦小僧のフェイスブックページの方でフェイスブックライブを今配信中です。こちらの方もコメント書いてください。こちらも随時コメントの方は拾って番組の方でどんどんお話ししていきます。よろしくお願いします。はい、ということです。でこれの説明したいよ、ここでしょ。そう、で今夜のね、メインユンタクのタイトルは、そのものズバリ、タイトル出していただいていいでしょうか、宮坊さん。バーン出るかな、ちょっと待ちましょう。バーンバーン宮城会2、やったでございます。はい、戻していただいてすいませんね、世話しないです、失礼いたしました。ですね、前回ですね、先月突如結成された宮城会ですね、いじめられっ子のダニエル君、いじめられっ子なのかな、が沖縄からと学び、心と体を共に大きく成長する青春ストーリー、ベストキッドシリーズですね。体は大きくならなかったな。まあ体を、ね、成長する体が成長する、そのダニエル君を指導するうちなちのキャラクター、宮城さんの素晴らしさを熱く語る会が、先月ね、宮城さん語る会、その名も宮城会が結成されて、熱いユンタクを行いました。はい、でですね、今回その、第2弾ということで宮城会2を開催したいと思います。そして今夜取り上げる、作品は、その宮城さんが登場する、ベストキットシリーズの、続編、ベストキット2でございます。はい、ということです。で、いつものようにこちらの方ですね、私たちが尊敬する、キャラクター宮城さん、いや、ね、積んだよ、急に、はい、この方です。宮城正義さんになるのかな、正義だと思うんだけど、ちょっと名前が ね、作品によって名前が変わってくるんだよね。作品によってっていうか、アニメ版と、うん、あと最初のテレビシリーズのやつも含め、小倉会かな、うん、小倉会じゃないよ、あと2つ名前ある、まあ、とりあえず宮城さん、とりあえず宮城正義さん、これは紀之パッド森田さんという、もう亡くなりましたけど日系人の、役者さんが、演じて、もうとても有名になりました。多分沖縄うちなんちゅのキャラクターとしては世界で一番有名な人、千葉ちゃんがいるじゃん、千葉ちゃんは千葉ちゃんが有名で、沖縄の人をやっただけの話で、千葉ちゃんでしかないんでね。はい、ということです。でこちらも今回も前回に引き続きですね、
入れ替わ画伯に書いていただきましたのでそして入れ替わ画伯さらに加えてどこから出す、やっぱこちらでしょ、ですね、はい、こちらラルフマッチョを扮するダニエル君ですね。ダニエルラルーソ、ダニエルラルーソさんですね。はい、鉢巻き、このね、手ぬぐい鉢巻きは、宮城さんからもらったといういわくつきのものでございます。はい、似てる似てる、ちょっとぽっちゃりし始めの、はい、ダニエル可愛らしいですね。はい、そしてこちら誰この女性っていう女性です。はい、これはベストキット2の方に出てくる、うちなんちゅうの、女の子、ですね。名前が何だったっけ。久美子さん。で、久美子さんを演じるのが、タムリン富田ですね。最高の女ですね。最高の女。最高の女。では後で熱く語ってください。はい、今日この3人のね、ね、肖像をバックに、そうですね、はい、ベストキット2の素晴らしさについて語っていこうというコーナーでございます。はい、ということです。はい、まあ、進めましょう。でですね、簡単にご説明します。ベストキット2、ワンはロサンゼルスを舞台に、ダニエル君が、コブラ会というね、悪の道場、空手道場組織悪の道場だ ね、本当悪の道場だ、その、いじめにいじめられてね、その子たち、同じ高校生たちにいじめられて、それを見返すために、宮城さんという、実は空手のすごい腕の達人なんですけれど、その宮城さんに空手を学んで、そして空手大会に出場して見事優勝するというまでが一作目の、内容でございました。で、パート2はその後です。その直後から始める。一応ね、最初は一応ダイジェストで、ワンの部分を見せてたけど、めっちゃ長かったですね。だから監督はロッキーの人と一緒なんで、ロッキー2と全く一緒の、そうそう、試合直後から始まる。ジョン・アビルドセン監督、うん、ロッキーと全く同じ仕組みっていう。うん、で、この話からする？何の？何？そこら辺の方から。何の？駐車場の話からします。まあ、うん、ざっくりと、はい。まあ、駐車場の話は何だろう。その空手大会が終わった後に、その悪の道場コブラ会の、まあ、オーナーさんというか道場主というか師範代の人が納得できないということで、教え子をボコボコにしてるの駐車場で、うん、ナンバー2なんて意味がないってお前敗北者だっつってそうでトロフィーもぶち壊して、ね、ぶち壊して、でそれをこうしてやら、でそれを宮城さんがやめなさいと止めたところで、今度は宮城さんに食ってかかるんですけれど、宮城さんはあっという間にもう乗せてしまうという、うん、ちょっとね、スカッとするシーンから始まってあれガラス割るのは何、あそこそうです、ね、覚えてるね、よく千原さん15年前に見たきりなんだよ、ね、違う25年ぐらい前、25年か25年その通り、懐かしいねそう宮城さんを狙ってね、政権というかパンチするんだけど、ことごとく外して全て、ま、車の窓をどんどん割っていくっていうシーンって、素晴らしいシーンでしたね、素晴らしいシーン。で最後に宮城さんにロサのね、やられるというシーンがありました。で それはそれですぐ終わってすぐ終わって、宮城さんに、故郷の沖縄から手紙が届きます、うん、その内容は、実は宮城さんのお父さんまだ生きてまして、ご存命だったんですけれど、まあ、既得だということで、できれば沖縄に帰ってきてほしいと、もう最後かもしれないからっていう、エアメールだったな、エアメールでしたね、懐かしいな、赤青、あ今時なかなかもないけど、はい、でそれを出したのが出したのが誰、宮城の女ですよ、宮城の女、まあ、そこはまあ重要だ、まあ、後で話すいやまあちょっと話しましょう。それで、まあ、急遽帰らないといけなくなりましたっていうところ で沖縄に行くことになったね、うん、で卒業パーティーを終えて彼女に振られたばかりのダニエル君なんですけれどその彼女っていうのがパート1の可愛かった T シャツの女の子、エリザベス主演したアリちゃんありとなんか喧嘩別れした直後の、うん、一言でセリフで速攻で終わります卒業パーティー、車ボコボコにされて帰ってきて、なんか事故ったってきて、ありちゃんどうなったのって宮城さんに聞かれたら、うん、あいつはね、アメリカンフットボールの選手の方に行っちゃったと、なんかね教団でしたんだよな、そんなだったあ、 もうあんな女いいよって言ってくる、チアリーダーはフットボーラーと親和性が高いから、うん、それはそっちの方に行くわ、行っちゃったのよ、まあまあ、それが一言で終わり、いやもうそれでみんな、あー納得です、はい、でも卒業パーティーの散々な目に遭いましたと、でそれとは関係なく宮城さんは、沖縄に行かないといけなくなっちゃいましたっていうことで飛行場に行くんですけれど、暇なダニエル君は行くと自分もついてくよ、自分もついていくと、で
当時はまだ航空運賃も高いんですけれど、大学に行くお金を下ろしてきたとバイトしてないでしょワンで そこまでするんだったら、ね、そうバイト代下ろしましたっつって、うんで僕はちゃんと沖縄の勉強もしたって本も見せて、うん、沖縄っていう歴史の本を渡してそこまで言うんだったらじゃあついてきてっていうことで、まあ、あの弟子でありやっぱ 友としてのこの絆優しさに打たれた宮城さんはじゃあダニエル君と一緒に、飛行機に乗って沖縄に行くということでございます。あれは実在する結構有名な歴史書ですね。あそうなんですか、そうなの、まあ、赤ちゃん泥棒にさあの育児書、スポック博士の育児書が登場したけど、あの公園兄弟のね、うん、だからなおそらく多分実在するやつだろうなとなんか思いながらです。あれ結構有名というか、そうです。いやじゃあダニエル君ちゃんと勉強してたってごめんね、読んだ一応ちょっと使ったあで、まあまあもうちょっとだけ説明しましょうね、うん、それで沖縄に来ましたと、うん、で来たところですね、あの予定にないお迎えが来てるんですね、うん、あのニヤニヤ笑ったちょっといえ なんかめんどくさそうな兄ちゃんがあの兄ちゃんうちなんちの兄ちゃんが最初から英語で、うん、よくいらっしゃいましたって宮城さんということでお迎えに上がりましたということで車に乗せていくんですけれど、那覇空港の南那覇空港の南にあるという、富村、そう宮城さんの故郷富村、あ富城どうですかね、もでも風なき地の隣なんでそう僕たちうちなんちからすると富村ってああ富村ねって分からないんですけど、はいはい、まあ、富村があるということそこはね飲みましょう飲んで、そう富村に行くと思ったら富村に行かないでまた別の飛行場らしき飛行場のね格納庫みたいなところに行って、そこである、ね年配の恰幅のいい仕立てのいいスーツを着た男が登場するんですね、サングラスかけた、うんうん、実は彼は昔宮城さんとあの女性をめぐって、ちょっと恋敵みたいな恋敵ねが突然登場で結局あの決闘を申し込んだんですけど、宮城さんはその宮城昔ね彼女をめぐって決闘を、うん、あったんだけど、その宮城さんはあの決闘はしないと、自分の空手の教えにそういった決闘をすることはないということで結局女性も諦めて、決闘もせずにアメリカに渡ったという経緯があったけどお前は卑怯者だ恥知らずだということで今こそ決闘を申し込むっていうこと45年間ずっと長い長い あれもあってこの2人は師匠が同じ で、うん、そうそうそう宮城さんのお父さんが師匠だから、うん、でやっぱりその死を悲しませると弟子同士がそうやって戦うっていうことで、うん、そういう配慮も多分あったと思うんですよね、うんうん、そうそれでこのワンでマンザナールに入れられてそれで子供を産む時に死んだあの神さんとはその行った後に行った後の話ですね、収容所に一緒に入れられてますね、カメラから切れそうになってるよワンであれだけいいなんか自分のラブストーリーやれながら2つ目のラブストーリーを持ってるわけですよ、まあ、宮城さん、ね、それなりの年齢重ねるといろんな恋愛持ってますから、ちなみにこの映画映画の、まあ、時代から45年前の話で18歳の時の話だから、うん、あそう、まあ、映画に登場する宮城さんは63歳ってことだね、うん、なんかあのセリフでもあったけど1920年27年とかそれぐらいにまで沖縄にいたという話をしていました。はい、で最初にねあの空港に迎えに来たそのちょっといやらしいというかなんかチンピラっぽい青年は実はこの、その恋敵の甥っ子、うん、でその恋敵も空手をやってるで戸口佐藤さんって名前の人なんだけどその恋敵の名前は戸口佐藤さんですね、うん、はい、ちなみに佐藤はあの普通の名字の佐藤と一緒、佐藤だ鈴木山田みたいな感じで東馬林みたいな、そうなの、あそうか、松尾鈴木松尾鈴木みたいなもんですよ、そうで、その、甥っ子でそのチンピラね、その後戸口長善っていう、ね、戸口長善の名前で彼それっぽいですね、うん、でその結局佐藤の配下にいるこの、戸口長善ね、青年ね、あのチンピラの青年戸口長善は、それ以来ですね、宮城さんとその弟子であるダニエル君にずっと嫌がらせをし続けると、あとは分かりますね、ずっと我慢に我慢を重ねて最後どうなるかって話です、まあざっくりと以上でした以上です、言われてございます、はい、素晴らしい、ということで綺麗にまとまった、はい、ということで、なかなかと説明しましたけれど、まず皆さんで感想、原切五郎さん、あ、はいはい、こんばんは、パチパチパチって、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、出てますかね、もコインもいただきました、んコインも、あ、コインもありがとうございます、ありがとうございます、2枚足りません、2枚足りない、困ったなどうしようかな、これ自分でも追加できるんだっけ、はい、できますよ、どんなやってやるんだろう、1枚ぐらいは
はい、まあつ、はい、じゃあお願いします。じゃあ続けましょう。じゃあ皆さんにちょっと感想聞きたいと思います。今回みんな見たんだよね。じゃあまずあの藤木さんから。どうでした？そうですね、なんか本当に久しぶりに見たんですけど、はい、田中邦衛にはびっくりしました。あ、まあ、田中邦衛は出てるといえば出てるんですけど、出てないとも言えますよね。何出てた？正直な話です、出てません。ポスターが出てるんですよ。田中邦衛はポスターです。ポスター2枚登場する、うん、亀尾出演。亀尾出演。亀尾かな。本人承諾してないでしょ。絶対無承諾でしょ。ね、田中邦衛はちなみにリアルゴールドのポスターで出てきます。しかもね、調べたところ2枚出ました。同じのが1枚しか気づかない。2枚です。奥に映ってたよ。奥の方が先に気づいて、あれ奥に田中邦衛だ。ちなみにちょっとポスターの話出たんで、うん、このポスターが出たシーンはあのね、この沖縄の繁華街、那覇なのか小田なのかもわからないですけど、繁華街が2回ほど登場します。そこの方でやっぱ繁華街なんで、やっぱ飲み屋とかなんで、ちょっとねポスターが貼られてるんですよ。日本語のね、日本のポスターが貼られてるんですけど、一つはね、あのバウアウの、ギタリストの山本恭司さんのポスターが貼られてるのが確認。そしてもう一つアイドルのポスターが貼られてて、これ渋垣隊少年隊と思ったんですけど、分かりました。ですね、キャメロットという青年アイドルグループです。ジャニーズっぽいけど、ジャニーズではない。どうやって調べたんです？調べました。いやもう画像止めて、止めてずっと2人でキャメロット知らない。俺聞いても分かんない。俺も聞いたことない。4人組、止めても知らないもん。あのね、ムスッコクラブっていうね、あのアルバム出してまして、ムスッコクラブで、そのポスター、そのポスターはあの誘惑マジックっていう歌でして、ムスッコクラブは分かる。知ってんの？ムスッコクラブ分かって、でそれはあの友達があのブスッコクラブっていうなんかこのそういうユニットを作って、うん、なんかそういうの、うん、やってたんだ。やっ て、その元ネタがムスッコクラブだっていう話は聞いたことある。元はムスッコ、ブスッコクラブ、ブスじゃなくて、それは別のね。誰がポスターでこんな時間使えてるんですか。あ、失礼しました。はい、ということで田中邦衛からね、山本教授に出て、ポスター覚えてない全然。ブスッコクラブ、誘惑マジックっていうもの、はい、ということです。じゃあ、あの、わーっと、なんでなんで、ガタ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 、もう疲れてるんですね。ブスッコクラブにびっくりしてる。ブスッコクラブ、はい、じゃあ感想そのまま続けましょう。はい、じゃあもうこの、これぐらいで。あれ、もうじゃあ、あの、入川さんどうぞ。いや、まあこの間、復習で鑑賞して、もう本当にゴールデン洋画劇場もさっきから話題上がってますけど、みんなゴールデン洋画劇場で見てますよね。もう30年ぶりぐらいですから、まあ、2回目だったんですけど、この間見たのが、うんうんうん、いや、やっぱり、なんでもやっぱりその沖縄ですよね、その沖縄の描写が、うん、当時も、うんっていうのは、あの小2だったんですか、あの頃は小2か小3か、はい、はっきり小さんの幼な心でもうんっていうのは違和感はあったんですけど、はい、それがもう2回目の今回の鑑賞でもさらにこの沖縄の描写の方がまあ困惑ですよね。一言で言うと困惑です。細かいとこまでずっと見ちゃって、なんか正直自分の中ではちょっとダニエルのその本筋の話ではもうどこ、あ、その描写で沖縄描写がもう気になって気になってしょうがなかった、ね、そっちちょっと気になってしょうがなくてですね、突っ込むんだったらもう2社3杯いけるぐらいの満載になったんですよね。もうなるほど。なんかようやくすると大好きってことですね。映画一本で飯3杯3杯いけるって大好きですよ。大好物珍味みたいなもんですよね。草屋の干物みたいな、やめられない、止まらないみたいな。じゃあ量は、でもすごいなんかもう喜んで見てたよね。もう大喜び、もう大はしゃぎ、大はしゃぎ、すっごいはしゃいでたもん。あのあれはやっぱりあのだから1の時にその2の話がちょっと出た時に、みんなえってなんで忘れてんの、あの偉大なる沖縄の若者の最高のエンターテイメント、氷を並べての言われるとかって、なんであんな最高な場面とかみんな覚えてないのかなみたいな。わかるわかる、うん、もう本当にもうエンターテインメントとしてのいろんな要素が詰まりまくってて、沖縄があんなドンビャクショーみたいなところっていうのもエンターテインメント盛り上げ、このドンビャクショー、このドンビャクショーなんかもう本当に何も電気もねえラジオもねえみたいな、まあね、そういうところの、まあね、なんかもう、まあ、もう若者たちは生きり立った若者たちは氷割り合ってなんかもう大盛り上がりみたいな、バカにしてるみたいになってるよ。そう、もうそんな最高な沖縄あってほしいじゃんみたいな。
まあね。うわここ沖縄住みてえって俺沖縄の人が思った。わかる、それはわかる。こんな沖縄行ってみたいなと思った。すごいでしょ沖縄。だし、で今また年を重ねてみると、うん、あのそういうだからあの大人の事情でそういう設定にしてしまったとか、うんうんうん、でじゃあそのそういう設定にしたところで何が描きたかったのかっていうところで、やっぱりそれは宮城さんのあのやっぱりあのスピンオフ。宮城さんってのはどういう人だったのかっていうのをもっと深く掘り下げるために作られた映画なんですよ。だからそういうあの物語の1のシリーズの根っこにあった、だから宮城さんが本当の主人公だよねってあのまとまったあの本当にそれが描かれてるのが2だからあって、まあ、確かに宮城さんが、うん、宮城さんの件が動機として舞台が沖縄に移って全てが宮城さんに関する話だもんね。でダニエルそういうものですから ね、うん、そうだね、完全にそういうものですからね。あ、まあ、確かにそこら辺で言うと彼完全に宮城映画、うん、完全に宮城映画です。宮城映画宮城映画としてもう最高。そしてタムリンと見たいい女タムリンをと見たずっと言ってるよね。で最初見た時にあれこんな芋くせえ女だったかなと思ったけど、これはタムリンと見たっていうのはあれは少女 A の頃の中森明菜だったんですよ。でデビューした頃の中森明菜だから見続けてくるとどん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 曲を出して長い時間見続けてくると、あこいついい、いい女、最後らへんもうタトゥーぐらいの中森明菜相当だ、もうクソエロいクソエロいタムリンと見たっていう。なるほどね、うん、なるほどね。なるほど、そのキャストの中では唯一の沖縄出身。あ、主要キャストはね、主要キャストとしては、うん、あ本人だタムリン富田、まあ、沖縄出身っていうか沖縄系の沖縄系の三世だったっけ。あれなんだよ、どっちもハーフなんだよ、日系ハーフ、うんうんうん、父ちゃんが、父ちゃんがアメリカ系、あに日本人とはアメリカので、うん、母ちゃんがフィリピンとアメリカだった、うんうんうん、あ、フィリピンも入ってで、カデナ基地で生まれたんだ。そう、カデナ基地で生まれたんだ、空港のドマカエッポンって生まれたんだ、ね、お父さんがなんかマンザナールに入ってて、マンザナール、あの前回の、映画に出てきた収容所、うん、ああはいはいはい、うん、なるほどなるほど、そういったところ本当にってこと。 それで その後兵隊さんになってなんか宮城さんみたいな人生辿ってるんですよ。あれだ、これ本当の話、日系人部隊だ、タムリン富田の、これ宮城会の次はタムリン富田会タムリン会やりましょう、ジョイラッククラブとかありますジョイラック国民劇場さん、はいはい、あ、ありがとうございます。ベストキット2は見てないです。あ、そうなんだ。ベストキットは先日ローカル地上波で放送してるのを見ました。まだやってるんですね。これなんでかな、コブラ会がやってるから、やってるから。実は沖縄ではローカルはやってないよね、うんうんうん、やってないけど CS かなんかでやってた、それが12月ぐらいにやってた、うんうんうん、じゃ あの続いてパート1の方ね、パート1の方ですね、うん、なんかあるかもしれません。チャールさん感想感想です、はい、もう30年近く前に見た感想、ねね、ちょっと見直してないんですけど、あ、はいはい、でもなんか当時はやっぱり40回ぐらい見てるので40回も見る、ワンと同じぐらい大好きです。見てるってビデオで借りてってこと。あ、ビデオもあるしテレビもあるし、あの2の主題歌も大好きで、こうテレビで流してるのをラジカセで撮るっていう。ピーター設定なの。そう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 。シカゴ。あ、違う違う。シカゴじゃない。はい、違う違います。まだ劇場とは同時代ではない。ピーター設定ってシカゴじゃん。でもね、中学生だったの覚えてる。うん、こう下敷きにラルフマッチを挟んで。あ、そう、ラルフマッチファンだったんだ。いや違う、ファンではないけど、ロードショーにちょうどね、あのブームの時だから。だから裏にあの下敷きね。マイケル・ビーンが裏に。マイケル・ビーンなんだ。時代。パッド・モリタじゃないんだ。いいね。パッド・モリタだったら。これなかった、ブロマイド挟まってなかったロードショーに。じゃあもうあの甘い感じですね。もう思い出として。あの沖縄も大好き。あの沖縄。あの沖縄最高ですよ。最初あれ見た時びっくりしなかった。びっくりしたけども、だってファンタジーだから、うん、いや、ツーも日本ではヒットしたんですか。え、したどうしたんじゃないの。内地の人にとって沖縄ってあんなもんだと思うから、そうそうそう、皆さんなんか見られてんじゃん。畑仕事して着物着てね、着てそう、裸足で裸足で歩いて、妹裸足の時代の台風の時はね、なんか人参をあのこういうあのはかりで売ってみたいなそう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 、で夏のシーズンだった、夏のシーズンだった、タイムシーズンになったらもう小籠包を流してるんだって、はい、コメントあります、大丈夫ですか、うん、はい、はいはい、じゃあじゃあ皆さんの感想を、皆さん一通り聞いたところで、じゃあその、皆さんが感じた違和感バリバリの沖縄、おい、こっちは何も喋らないの、そっちは、あ、いい、どうぞどうぞ、うん、いや、だから俺はもう本当に
かなり途中からもう引いちゃったんだけどっていうのは、これは沖縄がうぬんじゃないわけよ、俺が引いたのは、うん、あのストーリー的に、うん、あの言えるなんていうかな、キャラクターたちが、登場人物たちが物語のためにいるっていうのが俺にとってダメな脚本だわけ、うん、本当は登場人物が物語を紡いでいくっていうのがいい脚本で、まあ、もちろんあの話考えるときには物語が最初にあってキャラクターっていうのをあのなんていうの、まあ、変えていくっていうのもあるけど、肉付けがあまりもできてなくて、であのなんていうかヒット要素があるわけ、恋愛とライバルっていうのが、うん、これがね宮城さんとあの戸口佐藤さんのライバルと恋がだけでもあるわけじゃない、うん、でダニエルさんも向こうで出会ったあのゆき子じゃ久美子か、久美子との恋話もあるけれども、その戸口さんの甥っ子の、長善とのまたこのライバルっていうか対決、うん、この、4つの物語が、うん、まあで進めて楽しませるはずなんだけれども、どうしてもねこのね戸口の2人がよ、この、戸口佐藤も甥っ子もなんかただの悪いやつとしか弱いっちゃ弱いっすね。だこのね裏付けが欲しかったわけ、うん、そしたらこっちもなんかこう なんていうか物語が今度生きてくるっていうかさ、うん、そうクリード2のドラゴン親子は良かったですよ。これ見てないけど最高ですよ。あのちょっと、うん、あのキャラクターが浅かった、うん、あの特にそのライバル側のこの話だとするとあれですよ、うん、あのせっかくダニエル君そのあの沖縄の歴史書を読んでるじゃないですか、うん、でセリフでも一言二言あるんですよ。沖縄戦があって、うん、何万人ものアメリカ兵が死んだんだよねみたいな話があって、宮城さんが十何万人沖縄死んだ、沖縄と日本軍も死んだんだよって話で返したりとかして、うん、ダニエル君は一生懸命沖縄を学ぼうとして来てるんだけど、うん、全然学べないんですね忙しくて全然学べてない。で俺は本当に沖縄利用で来たのに、そうそう、だからそれも含めて利用だから、その佐藤がなぜこんなに嫌なやつになったとか、あのその特に長善よ、戸口長善青年がなんでこんなに嫌なやつになったか、うん、なぜこんなにダニエル君を、うん、に意地悪するかっていうのを裏付けとして使えばよかったのにと、米軍アメリカ人が嫌いだとか、うん、なんかいろいろな方法あったんだけど、ただ単に嫌なやつなんです徹底して嫌なやつ単純に悪いやつ、うんうん、そこがね引いちゃったとか、彼ムキムキのマッチョなんだけど、うん、胸だけ発達してるんですよ、うん、ベンチプレスしかしない、ベンチプレスっていうあの本当にもう楽なことばっかりしてなんかもう見栄えばっかりで、うん、だからもうベンチ豚はもうろくなやつがいないっていうのはもう筋トレ界のあのあなんか話だとあの、うん、なんだこの胸の筋肉だけ鍛えてる人のことをベンチ豚という豚なんですか、豚ブヒ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 言いながらベンチ豚ブヒブヒひどい一番楽な運動ばっかりやってひどい、ここが俺の胸はってだって筋肉の量だから一番心拍数上がるんで、寝てやるからあの心臓と要は足からまで結構あのもう水平だから心臓そんなに酷使しないし、だからデッドとかなんかあのスクワットとかみたいな本当に やり終わった後になんかもう本当にもう倒れてぶっ倒れるようなことは絶対起こらないような運動でもうやって、俺どうだろう、要は映画の中で上半身の裸見せたところまでそこまで描いてるというふうに言われた、はい、やつは嫌なやつの典型あベンチ豚だあいつ、上半身しかやらねえバカ野郎だ、俺ベンチ豚な人知らないんだけどなんかそこまで言わなくてもと思ったんだけど、まあ、ある意味人物造形はできてる、できてるね、体で見せてると最高すごいね、じゃあちゃんと裏付けがある、裏付けがある、裏付けかなあいつ肩、しかも上半身肩できてねえみたいな、そうかな一番上半身にきつい肩やんねえやつあいつってダッセーみたいな、続けていいでしょうか、はい、いいですはい、ということで、もちろん皆さんご覧になった方はもちろん分かりますけれど、うん、沖縄じゃないです、沖縄で撮っていません、ここがね、まあ、この映画の一つの特徴というか、沖縄が舞台なのにロケ地が沖縄じゃないっていうところが大きな一つの特徴なんです。ユージがこれいろいろ調べてきたんで、ね、ちょっとね調べたんですよ、はい、沖縄じゃないことは分かったんですけど、うん、じゃあどこで撮ったかっていうところを調べましたら、2016年6月16日付の LA ウィークリーっていうところで、うん、最近だね、3年前およそ3年前ですけど、ジョン・アビルドセン監督に実際インタビュー、うん、この当時の制作背景について聞いてるんですよ、そう、監督はちなみに2000その翌年2017年に81歳で亡くなってるんで、かなり貴重な、80超えてたの、81歳で亡くなってらっしゃる、うん、でそれによると、実は制作前、実は監督とプロダクションデザイナービル・キャシリーというのが
沖縄に来てるそうなんです。脚本家は来てないの？脚本家はね、経営はちょっとね、あのこの内容的にちょっと分かりづらかったんですけど、とにかく監督とプロダクションデザイナー来てると、でその時にあの脚本のロバート・ケイメン、ロバート・マーク・ケイメンは五十流の空手道場に通ってたっていう経験から、あのベスト・キッドっていうもの物語を作り出したんですけれど、彼が、学んだ空手道場を実際回ったと。彼は沖縄に来てたってこと？ただね、これも五十流の道場回ったっていうことであって、あのケイメン自体が沖縄に来たかどうかわからないです。はい、でその時ドケハンという形で来たそうなんですけど、ですね、アビルドセン監督によると沖縄は嵐が多く、コンクリートの建物の密集地ばかりでロケーションとして魅力的ではなかったすいませんでした、バッサリ切りますそこでハワイで撮影することだったということで、ほぼ全てハワイで撮ってるっていうことですね。ちなみにあのこの撮影した場所なんですけれど、ハワイのオアフ島、全てではないよね。全てじゃないです。セットはやっぱりハリウッドとかにも、あの最初に言ったその富村、富村なんですけれど、こちらの方は嘉手納基地の隣にある、そう嘉手納基地の隣にある、南部にあるけど嘉手納基地、富村はオアフ島の東海岸、西海岸には、ホノルルがあって、交通の便がいいっていうことも、選ばれた理由の一つだったということだそうです。はい、でちょっと地図でご紹介した方がいいのかな。もうすでに。じゃあこっち待ってください。もうちょっと引いた状態。うん、これ？いや引く引く。まずハワイ。はい。じゃあちょっとあの地図でご紹介するので、ちょっとパソコン画面見て見せていただいていいでしょうか。こちらです。これハワイですね。ハワイ。ハワイの。ワイね、うん、そのうちの、ホノルル、こちらです。メインの島。ここですね。でこの、ホノルルはこの下の方、ホノルル手で刺してもしょうがない、ね、俺も思った今慣れてないんです、すいません。はい、でこのままずっと行くと東海岸側の方にですね、あります。どこなんでしょう。もう見失った、もう見失った、もうどうしてくれるんですか。左もうちょっと上だったか。あったあったあった、ここです。東海岸のこちらカハルーというところですね、うん、ここの方にですね、こうよく見てください。もっと拡大して。ちょっと湖なんか人工み、そう。これね、すげえ。カハルー池っていうのがありまして。これなんかそういえば人工だ。うん、あのね、内海らしいんですよ。あの本当に湖とかの淡水ではなくて、海水のせき止めて作られた池なんだそうです。実はここで撮影された、ここに富村が建設されたそうなんですね。セットとして、オープンセットとして。ちなみにこの左上、人工的だよね、降りられないんですここ。言われたら。こちら辺とかまで降りられる。私有地になっててね。あ、ちょっと待ってね。ちなみにこのここの左側の方にアロハケアクアチャペルっていう、これあの教会があるんですけれど、うん、結婚式とかで使われる教会なんだそうですけど、ここに宮城さんのご実家が、ご実家があったっ映画の中のあの宮城さんの実家は、はい、じゃあそこのこっちに道場でもうウェディングができる。そうウェディング。もうセットは完全に建て替えられてる、ね。建て替えられてる。ここはね、私有地でもあって、あとはあのリゾート地、企業のものということで、ちょっとどっか降り、こっちら辺降りられたんじゃない？どんな雰囲気？ほら、もう、いやこっちら辺でもなんか降りられる。じゃあパラダイスベイリゾートちょっとこれ。だいたいなんか映画見た人だったら、あ、こっちら辺かっていう雰囲気がわからんか。あ、でもあの山とか映ってるね、奥の。うん、まあ、こういう場所です、ね。こういう場所で。ちなみに、でここに作られた、うん、その富村がですね、うん、あの。ハリウッドの制作人が総力を結集して、うん、リサーチにリサーチをかけて作られた沖縄の村、富村をちょっと画面見ていただきましょう。こちらです。ちょっと暗いね、はい、あ、ほらあの嘉手納基地のそばだからヘリコプター飛んでる。そう、米軍ヘリが。富村はね、あの村の一部を嘉手納基地に取られちゃってるんですね。なのでいつもヘリコプターがビュンビュンもうね、あの低空飛行してる。でもなんとなくなんか地獄の黙示録を思い出したけど。そうですよね。で、あ、画面一応明るい、どうにか明るいか。でこのこれ拡大すると、ほらこれ見てください、沖縄の家屋。まあ、どうなんでしょうね。かやぶちゃ、かやぶちゃですよね。住民村よりは開けてまだ開けてるというところで、はい、ここですね、沖縄っぽいですね。ぽいぽい。うちの親父があの金に住んでた時はかやぶちゃだったよって言ってたよ。うん、一応かやぶきの家もちゃんとあるんですよ、ここはね。でも瓦が中心だから火山っぽいのがありますね。そうですね、まあ、これ沖縄火山国だから海底火山がいっぱいあるから多分隆起して今ここからあんま見ないですけど、ちょっとスタジオ戻してください、お願いします。あ、じゃあ待ってよ、さっきあの福美さんが、はい、ありがとうございます。今夜も涼さん暑いっすね、一席立って携帯模写をするか楽しみです。あ、この前やったよね、なんか
あと原切さんもなんかあもうベンチ豚で言えてみよう刑務所ジャンル映画でも雑魚は人間関係なく刑務所の庭でベンチプレスしてるよそう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 どうだって胸筋ムキムキのベンチ豚美味しいっすねベースときベンチ豚反応する人いるんですよ宮城会見てます男臭かった前回と変わって小犬沼さんのコメントも嬉しいですほらもうコメントしてくださいねはいということでハワイで主に撮られてるということでございました、うん、でまたいくつかねあの場所もまた見つけたのでそのままご紹介していいでしょうか、うんうんうん、はい、そしてですね沖縄の空港も登場しましたね、うん、絶対那覇空港なんですけど那覇空港も発見しました那覇空港で撮ってると思ったんですけど那覇空港じゃなかったです、はい、違うんですこちらの方ねまた画面をお願いします画面ちょっとお願いしますこれちょっと見てくださいねこれが映画の中の那覇空港ですこの左側の背を見せてる男が徳地長善ちょっとまあいわゆるダニエルのライバル、ね、ライバルになるただの嫌なやつなんだけど徳地長善くんですね、うん、はいベンチブタで徳地長善がベンチブタがなぜか背中薄いじゃないですか絶対デッドやってないもんこいつ僧帽筋じゃなくてこれ7型だけだからね全然デッドも背中薄っぺらい背中し男は背中で語るというあの格言の反対してるわ悪口はそこまでにして勝手に迎えに来てたっていうエピソードだねそう、うん、なんですけれどこの場所も分かりました、うん、これちょっとどこだったかなこれだったかなこれだったかなあこれですはいこれね分かりにくいんですけれどここ、うん、この入り口はここなんですよこれここはい、ここね場所どこかというとこれハワイじゃないですロサンゼルス国際空港の南インペリアルハイウェイのそばにあるフライトパスミュージアムっていうね今博物館になってるところでして、昔の旅客機とか航空関係の航空関係の中でも手話ですと CA さんのねいわゆる民間航空に関するいろんな展示物とかがある場所なんですねフライトパスミュージアムと本来は空港でそれ1951年にハワード・ヒューズの会社とかの制服とかいっぱいあったりするんだいやかもしれない、うん、かもしれない JAL とか ANA の制服もあるそうですここ宮城さんの展示はありますかねもしかしたらないかもちなみにこれは1951年にプライベートターミナル、うんとしてロサンゼルス国際空港の一施設として建てられたところで1968年にロバート・ケネディが暗殺、うん、ロサンゼルスで暗殺された時は遺体がここから ロスじゃないよデトロイトだよ LA ヒューストン、ヒューストン LA で暗殺されたあら ロブの方のケネディねそう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 、はい、ロバート・ケネディがの遺体がここを通ってホワイトハウスとかワシントン DC かあもう死んでかなくなった使われたということでも有名なんだそうです、B 級観光スポットらしいんですけれどで今これ花ブロックっていうのこのなんか穴の開いたブロックが特徴なんだけど、うん、これ映画ではチラリとしか映らない沖縄だ、うんチラリと映ってるだからよーくじっくり皆さん眺めるとだんだん那覇空港に見えてきますでもね、那覇空港だね、まあかなり近かった近いというか、まあ、ここの目でエンダーが見えますよねA&W がねしかも那覇空港も当時の那覇空港だから、ね、なんか連月っぽい昔の空港内の A&W が今の新しい那覇空港じゃなくてまだ平屋だった頃の那覇空港そうそう、平屋の頃のたけしの3点 X10 月でトラさんのハイビスカスとかにも登場するんだけど、うん、あとあれあるんだ恐怖の肉地獄にも登場する登場するね、うん、昔の沖縄映画でよく登場しますちょっとスタジオを戻していただいてありがとうございます、うん、はいということですで他にもですねハワイ以外のところで言うとその先ほど言った那覇なのか鉱山なのかわからないんですけど繁華街沖縄の繁華街っていうところも、これねやっぱこれハリウッドのワーナーブラザーズの屋外スタジオセットを、うんに飾り付けをしてやったと、うんうん、外国アメリカ人がいっぱい行ったから多分まあ鉱山あたりじゃない の設定としては、うんうんうんそうっすね、那覇よりは小沢でしょうね、ほら、亮が興奮したあの氷割りのシーンなんかもう観客外人ばっかりだったからさ、うんうん、で、挑戦してる人たちも黒人だったり白人だったりみたいな人たちが度胸試しみたいな感じでて、ええ、めくりで景色を売り抜けてええみたいな感じのなんかそういう感じですよね。でもそこは本当ね俺は自衛カットみたいにしてほしかったんだけど普通のアメリカ人みたいなのが出てたね、なんか、うん、やっぱダサい髪型したくないんですよエキストラはい、でもう一つ
ちょっとこれも画面、お願いしていいでしょうか。いや、デートシーンはちょっとデートシーンの後でしょ。直後、あ、デート中で。昭和史の城、はい、これ映画ご覧になったら映画ご覧になった方ならあ、分かると思うんですけれど、こっちが、ダニエルさん、そうそうそう、で右がタムリン・トミタ演じる久美子さんがデートして、あの見つけてあれは何だということで、説明が久美子からされるんですけど、これはですね、奥にあるこのこれね、これね、これそうそうそう、人工物、遺跡みたいな、遺跡みたいなんですけど、これ実はですね、皆さん、キング・ショーハシのキャッソーなんだそうです。あ、もうそうかなと思って、前からみんな思ったでしょ。あ、確かにショーハシっぽい、それしかないよなと思って。もう世界遺産ですよ、世界遺産。世界遺産、首里城ですよ。世界遺産。首里城かななんですけれど、なんですけど、ちなみにこれもちろんマットペイントですね。合成で。この部分今だったらまだ、楽に合成ができるけど、当時フィルム同士の合成だからちょっと面倒くさい。このキング・ショーハシの城っていうのが、このね、まあ、実在するキング・ショーハシの城っていうのは周りを見渡すために一番高いところにあるはずなのに、こんな見渡されるところの海沿いっていうこうけど、ね、一応ね、思いっきり俺が今ひいきめに言うとしたらですよ、グスクが川沿いには一応海沿いにあったグスクもあるんですよ。あるある。まあ、でもまあこれはでも、まあね、那覇軍港、今の那覇軍港にあるオムツグスクっていうところがあって、海賊対策、倭寇対策で作られたというグスクがありはするから、あながち間違いじゃない。でも王様が住むところではない、ね。だから。次端っこ。監視のためのグスクですよ。そうですね。港を監視する。あとはね、後ろ堅固って言って、後ろ側を完全に海にすることによって。うん、要は陸上の兵隊にいっぱい攻められる必要がないっていう、こう、まあ、そういう築城学的な理屈もあるんですよ。どうにか上げたベスト一つ上げておきたい。小田原城とかもそうなんですよね。だいたい海のそばにあって、逆に海から海戦仕掛けられることはあっても、そこを防ぐための防衛施設があれば、実は陸上から攻められるよりはまだマシだっていうと、それです。築城学的な発想が働いてるんですよね。ちなみにキング・ショーハシのこの城、皆さんこれ沖縄のどこで撮られたと思いますか。沖縄のどこだろう。さあどこでしょう。沖縄国神かな、富城かな。これ南部だね、この南部かも。あ、ちょっとね、キャン岬っぽいところもありますね。カスレン城の可能性もありますね。皆さんいろいろね、どこかなって言ってますけど、残念、実はハワイオアフ島。小錦が生まれたところ。そうですね。そうか、オアフ島出身で、ね、ハロナビースコーブと言われてる場所なんですね。見せられますよ。小錦の重厚さが出てるね。こちらの方ですね。はい、皆さんまたこれ、皆さんこれ沖縄地図ですけれど、はい、これ沖縄ですね。沖縄だろこれ。沖縄地図。沖縄昔の沖縄です。飛び出してるのはあれ泣き人でしょ。泣き人です。皆さんハワイのオアフ島だって言うかもしれませんが、うん、もうベストキッド2を見た俺たちにとってはこれ沖縄です。そう、ナホジンとヘド岬だよね、あれ。ちょっと今沖縄と南部をちょっと見ていただきます。南部、あ、キャン岬。キャン岬の方ですね。はい。どこ、はい、こちらの方に、はい、ここにハロナ潮吹岩展望台とかありまして、この辺りだそうです。ちゃんと丸で触らんと、ね、ここです、ここです、この辺りだそうです。これがだいたい差し木でしょ。昭和市、昭和市画面にしてみ、ちょっと寄って空撮の左下あ、ここね、はい、で、寄ってってみ、このさっきの岩場みたいのが見える、あ、岩場っていうか砂浜じゃないっていうのが分かるぞ。まだ寄る。いや山じゃないですか。海沿いがちょっとゴツゴツしてるっていうかさ、うん、この辺りで撮ったそうですよ、うん、はい、ということです。はい、ありがとうございます。またちょっとスタジオ戻していただきます。新しい挿し木勉強だったな。あ、コメントお願いいたします。さ、ちょっと戻るけど、春木五郎さん、さっき の空港の話、はい、警視庁物語全国縦断捜査の頃の那覇空港違いますね。あ、まあ、でも同じ那覇空港っちゃ那覇空港だけど、建物はまあね、うん、縦断捜査の時は1960年代の前半です、はい、うん、でも80年代、あ、普通に90年代まで使われてたよね。あ、今コインを宮坊さんからいただきました。宮坊さんありがとうございます。はい、あとは久美さん、このグスクに今度行こうで。よし、騙されてるぞ。よしよし。あ、原切五郎さん、海岸が溶岩、あ、
可能性十分ある。可能性あるよね。そうそうそう。ハワイまたあのなんか今まだまだ噴火。火山性の島だと約ゴツゴツしますよね。チェジュ島とかもそうじゃないですか。チェジュ島もそうですね。あそこは噴火して。ハワイのあの溶岩をあの沖縄の移民した人たちがあの琉球石灰岩って呼んだのがもうあの石灰のね。もうちょっと待って、どこまでどこまでホラーかどうかわからなくなったけど。はい、いや全部ホラーに決まってますから映画だもんだって映画だもん嘘だもんねそこは琉球石灰岩の始まりらしいですよ発掘された琉球石灰岩嘘は突き通した上で、いいでしょうか、先ほど言ったそのキングショウハシキングショウハシのキャッソーなんですけれど、うん、キャッソーあのグスクグスクなんですけれどそこで、クライマックス盆踊り大会があって最高盆踊り大会で決闘が行われるんですねあれなんか堀がそうそうお堀があってたんですけどあれはあれもやっぱりあのワーナーブラザーズのスタジオあの屋内スタジオに作られたあの大掛かりのセットなんですよ。あれあのお堀あれがちゃんとしたお堀だとしたらミニチュアだよなあの場所だしあれはね何のための場所なのかあの建物建てられないからあの四角だあ盆踊り用だよ盆踊り用なんか灯籠浮かべて綺麗そうそうそうあそうあそうか灯籠浮かべる はしごね最後にベーって取ってあれだ10回とかでほら捧げ物するときになんか高い台作ってこうやるわけでしょユダヤ教の世界バンコクの共通のこのあのだんだんみんなベストキッド2が好きなのかバカにしてるのかわからない大好きですじゃないじゃない大好き肯定するためバカにしてるすべての知識をこうもう動員してもバカにしてるよね肯定するあの映画最高ロケ地をまあうんうん、ハルケ・ユゴロさん琉球石灰岩って喜んで爆笑してるであのロケ地を選ぶ時に、まあ、監督が、ねうん、コンクリートだらけの建物でなんか嫌だっつって沖縄が、ね、石灰岩じゃないんですよ多分ねコーディネーターがもっとちゃんと案内したら読谷とかさザキミ城があるしあとまあ中城辺りの周辺でもいいしさあの泣き陣とかとかでもいいじゃん、メキシン城とか、うん、だからやっぱり案内すればちゃんとロケハンできてないんだよね、うん、でもったいないわざわざハワイであのセットまで今みたいに合成やったりとかさまあセット組んだりして、ね、やたら金かけてる不思議な沖縄を作り出してる、ね、だからそこは監督がロッキーの監督なんで、うん、ロッキー1の時っていうのはすっげー低予算で作って、うんうん、エンドロールが2分ぐらいで終わるんですよね、うんうん、ところが2になったらエンドロールがもう5、6分かかるぐらいのなんかもう人、まあ、金の使い方が分からなかったってロッキーが街中走ったら子供が100人ぐらいわーって来たりとかもう金の使い方がもう無駄に金を使うんですよだそういう監督だからどうもしょうがないんですよ使い方がちょっとうまくいかないから作家性ですよ作家性なんでそれこの作家のそういうところを認めてあげないと普通作ったらこうなるどうもバカにしてるよねしてないしてないもうアメルドセをバカにしてるアメルドセ最高ですよで俺さ最近ビットリオ・デシーカ監督の昨日今日明日っていうのも1963年のオムニバスの作品だけどオムニバスのエロチックコメディーっていう弁かな、うんうんうん、あれの第1話目が、ナポリの郊外の村っていうんかな、うん、ちょっとブラックみたいなとこ沖縄で言うブラックそこが、そこが舞台、まあ、まあまあ前送られたブラック前沖縄だからいいですもんいやだからまあ発想としては似てるというかそこに人々、うん、住んでる人々たちとの交流も込めた作品なんだけど、うんうんうん、あそこはあのそのデシーカはロケが好きだから、うん、変にこうセット組まずに本当にその場所で撮ってたりするわけ、うんまあ、デシーカがセット作ったらびっくりしますよね、まあ、自転車道もやる時もあるかもしれんけど、うん、あんま聞かない基本的にセットじゃなくてもう実際の場所で、うん、実際の場所って言い方も変だけど、うんまああのミラノじゃなくてナポリのその街で撮ってんだけど、うん、だからああいうの見ちゃったがためにやっぱりセット感がちょっと俺はね、うん、違和感があってなるほど、うん、でも 俺逆にそういうところで言うと、うん、あの流星から手打ち電光から手打ち見てるから高倉健のね、うんうん、もう日本から見た沖縄もこんなもんなんだから比べてあれ1950年代から見たら沖縄もまあこんなもんなんだろうみたいなあの、ね、もう全然免疫ついちゃってかる気持ちわかる大名作にしか見えないそうそうそう外国人が見たらこんなもんなんだなじゃなくて日本人が見たって沖縄こんなもんなんだろうっていうところのさあのやさぐれ感はすごいありますよ所詮こんなもんなんだ寿司王子みたいな、まあ、次そのコーナーになってくるちょっとコメント、うん、あそうか兄さんが当時は沖縄の新聞にもう監督がロケ班のために台置きしてた記事が出たんですよってあるんだけど俺記憶がないんだよね、うん、それちなみにあのロケ班来たという人がもう一人あのハリウッドの監督でいますよねキルビルあ
キルビル のクエンティン・タランティーノも来たの沖縄沖縄来たという話をね。でまたコンクリートだらけのドラゴンみたいなまあどうですかね、なんかだったらしいっすよという話を聞いておりますけれど、はい、あでも俺この時多分監督が来たとしたら85年ぐらいで、ない1年ぐらい、うん、あの当時あの沖縄浪人してたから、あこれね、うん、これね、あのアビルドセンとかですね。沖縄ハリウッド映画には沖縄に使われてないんですかね。8月15日の茶屋でも沖縄あれ奈良ですからね、されず、それでこれでもされず、 あんなロッキーはフィラデルフィアにこだわったもんねされずって、なんかどうもなんか振られ話です。それぞれは理由はわかるよ。8月15日の茶やっぱまあ戦後復興期だからいろいろ面倒くさいこともあっただろうし、うん、あとだ白装立地の場合はやっぱ戦場みたいなのを作り出す。白装立地沖縄で撮ってたら笑ったよ大変だった場所が見たかったけど、昔の職場の近くなんで、ね、逆のパターンあるけどね戦場用トワンジェっていう映画、うん、ね、あれはフィリピン、ベトナム、あベリベリリュー、ペリリュと違う、サイパン、あサイパンか、サイパンの話、あのアメリカ軍のサイパン攻略戦を沖縄で見立てて撮ってるんですよ、ね、沖縄で見立ててて沖縄で撮ってる、沖縄で、しかもハワイのシーン、ハワイのシーンはコザで撮ってるっていう、だから、ま、そういう意味で逆の場所、はい、ちなみにごめんなさい、このロケ地の話なんですけれど、ちなみにウィキペディアの日本語版ベストキットの項目なんですけれど、のベストキットの説明では、うん、日本語版の方ですよ、あのアメリカ国内フィリピンで撮影されている、うん、騙されちゃいけない、嘘間違えてるでしょ、うん、であとさすがウィキペディア、でもう一つがあの那覇とされる町、多分繁華街のことだと思うんですけど、那覇とされる町はロサンゼルスのリトル東京と見られるって、これも間違えてる、見られるって書いてるの、そう那覇とされるってところもちょっと怪しい、ね、怪しいよね、もうそもそもあの映画の内容としてはやっぱり小沢だよ、チューブだよ、うん、だからちょっとあまりウィキペディアあまり信用しない方がいいですよ大学のレポートでもあんまりウィキペディアは使わない方がいいですよ人がそうそう最終的にはソースをねちゃんと調べましょうということで CIN あのチニーだっけサイニーだっけ何だっけサイニー、うん、何をサイニーって論文のデータベース、そう論文のデータベース、ああ、うん、分かる、あのタイトルしか出てこない読みたいのにと思うんだけど、でも起用とかだったらあっちがあのなんか小6みたいなのた、うんうんうん、なんか中身こんなですっていうのが分かるから、うんうん、ちょっとコメントまだなんかありますか、うん、ありますね、あ福見さん、ははーん、ロケ地小五郎も登場しないし、どうやらこの映画沖縄で撮ってないなって見破られたっていうか、俺は別に外国映画でもなんかそそられたら探すよ、だからさっき話した昨日今日明日俺場所見つけたもん、またやったんだあと、もう単純に ナポリというだけので、あとが映画に出てる風景だけで場所もうピンポンで見つけた、あとはブラタモリローマ編があったぐらいですか、今度ぜひイタリア編でナポリ編をやっていただければと思います、あローマのシーンも俺見つけた、ローマのシーン、はい、今昨日今日明日っていう映画の話、ブラタモリローマ編面白かったね、ローマ水道のあれ面白かった、タモリさんすごいね、まあいいや、直視が動かなくて僕はこれは探さなかったけど、リュウジが探してくれた、はい、ということでございます、でまだ、兄さん沖縄まで来たのは監督ではなかったのかな、いやでもそうだったんでしょ、アビルドセン監督が実際行ったと書いてるんですね、うん、でも視察の話は確か新聞で読んだ記憶が、やっぱ話題になってたんですね、これあれだよ、ね、うんうん、ほらこれグランドを読んだっけ、国営でやったのかな、別国営系です、あ国営でやりました、だったらね、うんうん、やっちゃんが案内したらよかったのにね、あ安谷さんね谷さん、みんなポカーンと、安谷さんっていう名物の方がいらっしゃるんですよはいはい以上です説明するのめんどくさい、やっちゃんだったらほらなんか南部 の沖縄決戦とかで早く仕掛けて、撮る気なかったですよね監督、沖縄でこんな小さい島回れないわけないですね、ちゃんと案内してないと思うけど、ちょっと遊んで帰ったぐらいちょっとどういう遊びかなみたいな、だからこれね、これもそうなんだけど、さっきも話したけどキャラクターは、うん、だから物語にはめ込んじゃってるわ書き方になっちゃってるわけ、うん、でロケに関してもだから物語に合わないロケ地ってことでも選ばなかったっていう、だから物語ありきだったんでしょ、でしょう、ね、はい、だからうまくリンクさせた方が俺は好き、うん、この風景もキャラクターも、ね、ストーリーとこのうまく、うん、本当はね、うんうん、であのちょっとロケ地巡りの話ずっとしたんですけれどそのとんでも沖縄描写っていうのはロケ地だけじゃないというところの話にちょっと進めましょう、楽しむっていうのがいいんじゃないですかね、覚えてます
あの久美子がティンサグの花をの踊りを あのダニエル君に教えるシーンがあるんです。最高です。見ました？覚えてます？あれすごい踊りですね。あでもあれある意味琉球舞踊と空手の結びつきの解釈としては、そうだ、伝統空手打ちとか流星空手打ちと同じことをやってるんですよ、うん、言わんとしてることは分かるんですけど、踊り舞踊りの舞の舞と、うん、あの武道の舞っていうのは通じるっていうことをあの監督はあの描き方が間違ってるだけの話で、あの描く志は合ってるんですよ、まあ、志はね、お前頑張った的な感じですね、サグルハーだから脚本家がバカにするなよ、この空手のコーディネーターはいても、嘘、武道あの踊りの方のコーディネーターがいなかったんですよ。だダニエル君もそうなのみたいな感じで、電光空手はちゃんとそのあの前の方のコーディネーターがいっぱいいたわけでしょ。わかる、うん、だからあのね、それは人の欠点を責めるのはこれ良くないあれ素晴らしかったよ。気になったのがティンサグの花っていうのはあのなんだっけ、例え話じゃないですか、例えの歌でしょ、あの親の言うこととかくどちですよね、くどち、くどち、気持ちっていうのは、うん、あの爪にね、あの染めなさ い染めるように心に留めなさいよっていうような、うん、一応なんか踊りにするとしたらなんかあるじゃないですか、こうね、こう詰め寄ってるから、どうなった、チームソチミスミケって、そんな踊りだよ、そんな踊りだよ、どうなった、こう親の思いをこうやって、こうやって、こうやって、それなんだっけ、ユリトール、ユリトールだよ、こうでしょ、混ざってるもん、大好き、あれも一つの舞踊の舞踊のパターンでしょ、あれずっと見てられる、あれその子さんが面白い、どっちは何が面白いんだか、今のティンサグルの判断でしょ、ちなみに、ああ福美さん、はあ、ティンサグルの花の踊りもう一回ティンサグルの花とほら、ユリトールとこれはほらあれでしょ、お母さん頑張ってこうやってってこうやって視聴者のリクエスト、やらないやらない、まあいや、まだまだあの話すシーンありましたよ、うん、あの盆踊り、いきなりクライマックスの話しますけれど、あの沖縄で盆踊りやるぞって佐藤がね、改心した佐藤が、あの徳次佐藤がいろいろあっていい人になった徳次佐藤が村人にいつも通りこれ、あ今年もこれからもずっとグスクで盆踊りするぞっつったら、富村がの人たちがイエーイってでやって、その後実際みんな変な浴衣の着方をして盆踊り大会が始まるじゃないですか、その時のお、林聞きました、アナウンスでしょ、踊れ踊れ南無阿弥陀仏ただ踊れはーってことあるんですよ盆踊りだよ、ちょっと違う感じ、一応生網ダブツつってるから盆踊りかなって沖縄には盆踊りはないんだよ、忍部茶って、忍部茶とか、忍部茶って念仏踊りって言うんだけど、で、あのそこから A さんの方にあってね、うん、あるけれど、まあ盆踊りはいいですよ、盆踊りあったんでしょ、先祖もやってたし沖縄でだけどあれなんだろうと思って、あとこの富村っていうか沖縄の習慣では茶道がね、あ、茶道が盛んです、ね、パックの前に茶道をするパックの前に、おいやめてくれ、本当にだってもうだって茶道で男女が茶道したら、ね、その後パックが始まるっていう、これ子供も見てるのよみたいな感じこれはそうだから映画の中で宮城さんと宮城さんのその18歳だった頃に結婚しようかどうか悩んだ相手のゆきえ、ゆきえか、ノブマッカーシーがやってるゆきえさんね、が二人でこのね、うん、お茶をこう飲むシーンがある、うん、ありますあります、なんか変なあの所作なかったですか、あんまりなかった、あんまりそこまで変じゃない、みんなで真似したちゃんと夏目でこうやってあのパッてなんか覚えてない、だ服装の使い方いろいろあるんだけどちゃんとあの取る手は重く、あ持つ軽く、置く手は重くとかっていうようなあの基本的な動きっていうのはちゃんとしてるんですよ、あのこうパンってやった後にこうちょっとこの余韻を残したりとか、抹茶をこう手指でさささささっていく、あれが逆に軽くなかったりとかいろいろあるんですけど、沖縄で50ということはあのクライマックスの時に久美子とダニエルもやるじゃないですか、そうす、ということは
だからファッだからあれはファックの前になるんですよ。絶対ね、お茶っていう心と心あの相手のためを思って願ってこの器を使ってちゃんとした素材を使ってもてなしをすると。でもてなされた男はそのもてなしの心を感じる。だから男と女がお互いの心を通わした後にすることは一つしかないっていうこの見事なこのこれはあの文化の解釈なんですよ。オープンユアイズみたいなね。あクローズあなんだっけあれあれんクローズユアイズアイズワイドシャットアイズワイドシャット全然違うわ。開けたり閉めたり結局なんで俺も分かったんだろうからね。これもすごいなのオチみたいなやつですね。目開けるのか閉めるのかと思ったら全然だから2人パックする2人やだって言ってるのに藤木さんがあ確かにみたいなまた画面から来た人をもてなすってやつまりそういうことでしょ。で実際の男と女の場面になると男が女をいい店に連れてってでいい気分にさせてでその後どうって話になるわけでしょ。ベストキッドツの話に聞こえないのさっきからダニエルはそのあの時にバージンを捨ててしまったあれしましたっけ。キスまで途中で嵐が起こるんだよ。で台無しだったから嵐だっただからダニエルは童貞のままなんですよ。あの時はしてないですよね。キスまでだよね。キスまで嵐の中途中で嵐が起こったから、ね、してないでしょ。だからあれはしてないでしょ。あキスしてないのいやキスはしたキスはしたでしょってことはそっから先があるわけですよ。だから、うん、キスの次にはまあ何々があってその次には何々があるわけでしょ。うんうんうん、でも嵐がその何々の比喩になるなるわけよ。ありますよ。なだそうそうまさにそれで、うん、その近親相関のタブーを破るシーンがまさに台風で表現されてて、そうだね、ガラスに枝が突っ込むとかそういうもろな表現もあるんですよ。わかるわかる。きつかったよねあれね。なのでそのもしかしたらカラテそのベストキッド2でも関係はあったのかもしれない。いやでもその次もなんかもうあの生徒を助けるので大変だからもうちっちゃい子供なんかおぶって降りたりとか、ね、生徒を助けたり、ああいうって言ったら子供ができちゃったみたいなことだろ。違うよ泣き叫ぶ子供が生まれたみたいなそういうことじゃない。違うし、あそれは違う。その後戦うし、はい、あとなんかとんでも沖縄の描写ね。あ灯籠流しとかもあ灯籠流しさっきもちらっと話したけど灯籠あのね、うんうんうん、急にさだまさしになるだからほらだ宮城さんのお父さんが危篤だっていうことで沖縄に来たんでしょ、うん、でお父さんが亡くなってまあそれの葬式で灯籠流すっていう、うん、沖縄にあんまりないよ。基本的にないよ。見たことがないです。あれはあの、広島とか京都とかが中心かな。まあ基本的に全国的にあるけど、うん、沖縄じゃない有名なのは例えば広島とか原爆の時の あ、まあまあ、あれをちょっとね追悼も込めてなんか灯籠流しをこうやってるらしいけど毎年。でも全然いいです。すごい死に方してましたし、なんかどうしよう結んで。あ、そうだ。何どうやって死んでました。宮城さんとそのライバルである戸口佐藤の手を仲良くするんだよっていうのを手をつないだ後にパタッパタッといい話じゃないですか。いい話ですか。毛利家の三本の矢のようにね俺の弟子の二人がこうやって争うの良くないって物語のための詩ですかね。薬剤画みたいに薬剤画でもワンシーンでもありそうですよ。あとあれは神々の深き欲望とかに登場したような三振のおじさんおじいが三振人のおじいが、うん、そう村門っていうのもありますけど富村のあのね神社があるんですよ富村にはまあいいや鳥居があって神社があるんだけどそこにはそのお坊さんらしいんだよ。後からねその今朝お坊さんなの後で今朝あの棒踊り大会で実はチラッと出るんだよ、うん、あよく知る、うん、だから、まあ、そこら辺は配布付き尺がまだされてない地域なの沖縄はそれでお坊さんの格好してからあの人お坊さんなんです。でお坊そのお坊さんが神社か寺か分からんけどその前であの三振鳴らしてそれで子供たちが集まってるシーンがあるんですけどこれあれがね神々深き欲望でも浜村淳だっけ浜村淳かちゃん歌ってるそうあれはねクラゲ島やっぱ沖縄でやっぱあるんですよ、うんああいうね、演奏してる曲がよすごく中国民謡だったんだよなあというより俺馬頭琴にしか見えなかった あれ三振の音じゃなかった、ね、馬頭琴の音がして不思議なオリエンタルのやつやらないのが不思議な方面をね方面をね、うん、あとまあねあの富村の住民がいろいろまあいっぱい登場するんだけどどっかなんかベトナム人っぽいっていうかさけど調べたらクバガサじゃなくてちょっと、うん、ほらちょっと変なねちょっと違うやつなんですよ。でちなみにあそこに出てくる富村の住民およそ50人の人たちは、
あの沖縄系の、人たちを日系の沖縄系の方をわざわざ集めたそうなんですけど、何の意味もないって感じで。そこはもう作家性ですよ。作家性か、あ、アビルド性のね、アビルド性の作家性頑張って集めてみる。お前らのルーツは知らねえって集めた上に集めた上によし、ここで沖縄完成されたみたいな。あとは俺の作家性どう描くかは俺の勝手っていう。そんな人だっけ。男はアビルド性最高。アビルド性ね、あのそんな人じゃないと思うよ。あ、まああと上金持った時のアビルド線はひどいんですよ。グスク最高ですよ。グスクのデザインもね、沖縄あるタイプではなかったし、うん、シーサーも、うん、なんかあれ中国自身みたいな、なんかからでも唐自身のシーサーありますよ。あの髪くるくる巻いてるやつ、ま、首里城にもあるし、まうん、でまあ、うん、まあいいや、うん、あのそろそろまとめに入りたいところなんですけど、あと台風が竜巻っぽかったっていうとか、ね、あーそうですね、それありますね。あのね、ちょっと早いもん来るのが、うん、みんなあのね、今日寮を呼んだのは、うん、あのね、まだねあるんですよ、はい、あるんです。聞いてないけど、宮城さんが、うん、宮城さんの実家の道場でダニエルさんに、うん、宮城流というか宮城流の空手の、うん、そもそもの始まりを語るシーンがあるじゃないですか。ありますね。話によると400年前に、うん、宮城一族の、ご先祖様が酒飲みがいて、400年前酒と魚を愛した漁師だと大体、うんうん、である日漁船の上で酒を飲んでたんだけど魚が取れないということで眠り込んでしまったと。で気がつくと中国に流れ着いていたと。それから10年後、奥さんと2人の子供を連れて、そして中国の憲法というかね、あの 武術を習って戻ってきた。これが空手の始まりであると。本当なの？あの諸説あって、うん、沖縄の人が行って、あのいわゆるあの遣唐使とか遣隋使みたいに札幌市があるわけでしょ、うんうん、で札幌市の後に返礼に行かないといけないわけ、うんうんうん、あの貢ぎ物を納めに行ったりとかね。でそれなので沖縄の人が中国に行くのはよくある話 で、うんうん、でそこで福建あたりの人間の、うん、あのとあのそういうあの武術の交流をやった後に戻ってきて、うんうん、でそれを地元にやった憲法と加えてミックスさせたっていうのがあの大体の言われ方であって、こう地元のもともとあったものに中国にあったものをミックスさせたっていうのはあるわけ。ゼロからそれがどんな形であったかっていうのはよく分かってない。あの全くのゼロを持ってきてってことじゃない。最初の第一段階っていうのがね、うん、で実際あのそのいわゆるあの電光空手打ちとかの船越義鎮のところに出てきたら、そのいわゆる五十流の創始者の人とかは何回か中国に行ったりとかさ、うんうん、であとその上地流っていうのはまさに番外なんていう反抗なんて言って、あの万が一ヌアン流っていうのを半甲の、うん、あの半分硬くて柔らかいっていう風な形にあの略して持ってきたりとか、うん、あのいろいろあるんですよ。いろんなそういった交流はあったっていうことね。 あったんじゃなくて、あの現在的にもだからそういうあの、うんうん、じゃあこの方っていうのは何なのかっていう、その考古学的な形で、うん、そのじゃあその中国のじゃあその憲法を見直そうとかっていう動きは実際あるし、うんうん、でそれを沖縄じゃなくて伝統あの日本の方の、うん、いや沖縄から伝わった方の日本の方の空手の業界の方がじゃあこの自分たちの本当のルーツは空手のルーツはどこなんだって沖縄に来て学んだけど、じゃあその先の中国のところではシルクロードをたどる旅のようなことを今武道界ではやってる途中よね。本当にね、じゃあ考古学なんだよ。じゃあ空手、あのこの空手ベストキット2のか、宮城さんが説明した話っていうのはあながちホラでもない、だから偶話としてあのよくできている。なるほど。一つじゃないですよね。私の習ってた空手も元の先生は、あ元の先生はだって中国に行って、うん、中国の先生から習ってみたいな。だんだん声がちっちゃくなってるの言えない話なんですか。覚えてたかな。で、あの、あって間違ったこと言えない。番組始まる前にあのおじいちゃんの肖像画は藤木さんがお話ししてたの。作画は勘が 2D 作画は中国行って、ね、持ってきてたっていう、うん、でも唐津作画はもうあの、うん、それっぽい感じがしたんですよ。絵が顔が似てたっていうか、ヒゲ長いこのヒゲのね、うん、で逆に言うとあの佐藤が空手の稽古をやるときにあの横にでっかい板引いてこうバン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 行くでしょ。あれ何だろう、岩ね、岩石みたいな、あの木なんだ、木なんだよ。最後割れるんだあれ、うん、最後あれ割るのは台風の時にあの柱がもうみんな見てるからさ、ちょっとちゃんと話したら違うからね。ごめんね。だからあれはあの逆に沖縄だとああいう鍛錬しないじゃない。あの逆に何でも薪藁とかであの
いわゆる垂直に立ってるもので、はい、あれあるでしょ、逆に柱とかさ、うん、あれを横にしてわざわざやるっていうところっていうのは、うん、あれは逆に言うとあの鹿児島の次元流のところので、あの次元流を断ち切り打ちっていうとあのそれこそ垂直に立てたものをバーンってやるのと横にやってああいう感じで横に寝かしたものをバーンってやるのがあって、うん、であの首里 の, あの武士町村と呼ばれた人っていうのは次元流を使う人だったんですよ。で次元流の断ち切り打ちから次元あの武士町村はあれはあの巻き藁を導入したって言われてる説があるんですよ。この話の続きはもし武士町村の映画をね取り上げた時に前もやったんですよ。前もやったんだけど、あっちは泊まりの武士町村です。あ、もう一つの方か。首里の武士町村がいる、二人いるんだよ。町村二人います。そうなんだった。失礼しました。あ、兄さんが映画に出てくる島民のビジュアルはバジル・ホール・ライトン の時のスケッチをなんとなく放出。あ、みんなうんこ座りしてね、うん、あのキセルスってか、あの時は沖縄の男はあまり働かない、働かないっていう、タバコばっかり吸って武士はお茶ばかり飲んでる。あれバジル・ホールだっけ。いや違うんです、あのペリーの随行家、随行家か、ペリーのやつでしょ、うん、映画のチェンバレン、チェンバレン、あ、うん、ウィルト・チェンバレン、日本初の写真、日本初の写真っていうか、うん、変な、まああの時は日本ではあるのかな、日本初の写真が撮られたのは琉球だったっていう、ね、って言われてるね、イラストが残ってるもんね、はい、写真撮影している、うん、あ、ヤク、ヤクミツル、次元流、ヤクマル次元流、ヤクマル次元流、そうそう、だからあの抜き、抜きって下からこう、あのヤクマルはあのいわゆるバット、あのバット術っていうのがあって、あのだいたい横から切るイメージあるでしょ、居合とかって、うんうん、薬丸はね下から抜くんですよ。でそれで相手の股を切る、怖い。こっからあの本当にチンコのところのへそぐらいまでをこう切り裂くっていう、このこの見えにくいので立って実演コーナーをちょっとやった方がいいんじゃないですか。俺は薬丸はあれなんで、実は日本刀ってのは歯を上に向けて刺すんですよ、うん、上に向けたらこうしか切れないでしょ、うん、こう、こう切るんじゃなくて居合で、うん、薬丸はここをあえてこうやってる、歯がすか時代劇見てください、だいたいこうなってるんですよ、うん、それ以外俺が相手役だと、歯が上に向いて、 でも薬丸っていうのはこうここを下にねじって歯を下に向けた後にこう抜くんですよ。どこからどこまで切るの？端っこを切れる時もあるし、この辺ぐらいまで行く時もあるし。いやバクンって音がする。漫画っぽくね。うん、もうちょっと待って、ベストキットズじゃない。何だった？国民さん、お、りょうさんが立った。りょうさんが立った。りょうさんが立った。こっちからら的に。本当になんか野立ち、野立ちってすんげー長いやつ持って、もうバン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 ってもう立ち切り打ちやるっていう。次元流。朝に3000回、夜に8000回。恐ろしいよね、あの人たち。鹿児島怖えと。統合資源流って知らないな。あ、だから次元流いっぱい流あるから、東郷中尉があのそうしちゃうんですよ。もう燃料どんどん投下するから熱くなってくる、ね、だ東郷中尉が関ヶ原の時に大活躍したんで、もう対徳川用に、うん、本当にこれはもう薩摩のお家芸にしましょうっていうことになって、うん、江戸時代以降もう次元流に統一されるんですよ、薩摩の憲法は。そろそろよろしいでしょうか。はい、そもそも我々がなぜ今回集まったかというと宮城会ですから。そうだった。とりあえずまとめに入りましょうか。まあ今回結局じゃベストキット2は宮城会的にどうなのかっていうことですよ、ね。いやだから変な話、宮城さんの捉え方としては、うん、パート俺はパート1よりも、うん、なんていうかダニエル君が弱かった分、宮城さんの方が中心になったかなと、2の方が。まだあの、ワンの方はダニエルがちょっとまあ、うん、強くなるっていうエピソードの方を持っていったけど、うん、2はあんまりそこがあんまり描かれてないというか、どっちかというとあのタムリン富田とのちょっとあちちあちちな感じ、あちちあちそれぐらいであって、アウトサイドインサイドインサイドもうそうん、どっちかというとやっぱり宮城さんの方が、その分ダニエル君が弱くなった分宮城さんの方が、確かに宮城さん今回本当に大活躍、あと泣いてるシーンもあったもんね。そう宮城さんが、うん、でダニエル君まず肩をね、大丈夫大丈夫ってるシーンもあるんで、なんでお父さん死んだ時、そういつだっけ、うん、そうで、あとあの僕もお父さんとあのお母さんが離婚して離れた時に
こうだったよって言ってダニエルが慰めてあげるんですよ、うん、けどあれで見た時にやっぱり本当弟子と師匠の関係を超えてるんだなっていうところをすごく感じましたよ、うんうんね、こういうこと親になったらあるわけでしょ、うん、親がへこんでる時に子供がお母さんを励ましてあげたりお父さん励ましてくれたりとかってでそういうのでもう泣いてしまうっていうなんかやっぱりもう普遍的なテーマなんですよあれ本当になんかちょっと思いちょっと泣きそうになる。ああ、なんかわかるでしょ。わかる。わかるでしょ。今三人はわかる。やめましょう。はいはい、来月は3ですか。3見ないといけないの。コブラ界の逆襲。そうだからすごい考えてるんです。ちなみにアミルド戦はその LA ウィークリーのやつ見たらパート3の話したら苦笑いしてるんですよ。いや私だって2回ぐらいしか見てない。3あれみたいな感じだし。あれみたいな。俺見たことすらないな。ちょっと。ちょっとね、今後俺3の紹介のコメントは書いたことあるけどみんな見たことないんだよねもうだいぶぽっちゃりしたダニエルさんがもしかして宮城会は今回で一旦お休みということになるかもしれませんちなみにまあ、話そのベストキットサーガですからテレビシリーズアニメで今はYouTube レッドの方でコブラ会そういえば沖縄飛んでもで一応に重要なの喋ってないよ今兄さんがクライマックスシーンで島民が手にするあのアイテムのものああ忘れてた大事な一番とんでも大きなだったのがでんでん太鼓あ言うの忘れてたねみんな持ってるよねあれは映画の中ではスマホ見家にあったもん家にあったもんねあったよねあったあったあったねえよ俺ちゃったよ見たことない宮城空手の極意だそうですあっち宮城やからそうか家にでんでん太鼓あったの元は宮城県だもんね、うん、宮城空手だ宮城空手やっぱでんでん太鼓あるうん基本ですよなんか嘘ついてる言い方だな今のだでんでん太鼓っていうものはあの体のこの、この回線動作っていうもので、うん、そうあと振り子の理屈とかっていうあのいわゆるヌンチャクも振り子でしょいろんなものっていうのがこの体術の要素として詰まってるわけですよでそれを得得したダニエル君はいつの前か得得してる佐藤長禅佐藤長禅をもうタコ殴りにしてる俺はでもさあれはさ空手の受け身かなと思ったわけこうこの、ね、最初に宮城さんが、うんこの伝令太鼓の話を持ち出す時っていうのがなんかその佐藤が作ってた佐藤が魚を取り尽くした漁港のウインチみたいなのがギュンって落ちてくる時にこう伝令太鼓で受け流すんですよ、うん、で受け流した時に伝令太鼓みたいなやり方でねやり方で受け流すんですよ、はいはい、で受け流した後にで俺はこうやって前こうここでこんなアクシデントがあった時にこうやって修行じゃなくてアクシデントがあった時にこれで俺は身を守ったんだっていう話をした時にダニエルは即座にカウンターだねって言ったんですよカウンターって何相手の来る攻撃を利用して反動で返して相手の勢いを利用してこう強い力の攻撃を与えるというだから受けてその後のこう伝伝太鼓ってこうなわけでしょこうこうでこれで流した後にこれで打つっていう伝伝太鼓も登場する前からダニエルはこの動きを見た瞬間カウンターって理解したんですよダニエルさんダニエルでもカウンターがただ殴ってはいジェイシーもう一回立とうはいダニエルさんただ殴ってるだけだったよはいこれをこういってこういくこれが伝伝太鼓の理想本来はね俺はこう来るかなと思ってたっけ、うん、映画でダニエルが理解するカウンターってのはおそらくこうなんだけどダニエルはところがこうなわけ最後ずっとこうなわけずっと一方的に殴ってたよちなみにその伝伝太鼓のやり方を得得したダニエル君はボロボロになって倒れている長禅がこうねこう倒れてますあなたがダニエル君ね、はい、でその時やって完全にタコ殴りじゃんね、うん、やってやってこうこうガンガンこいつはおまけだバーンみたいなあれバーンバーンみたいな空手じゃねえよとそこはダニエル君はまだ修行者なんで空手の本質を理解してないからあれ見た時にもうやめてと思った全然すっきりしないこんなみんなの前で恥かかされてただこれあれっていうのはまたダニエル君がなんでこの一発であれにしたのかっていうのはストーリーのダニエルはその最初でカウンターであることを理解してたんですよけれども、うんうんうん、これを受けて打つっていうツーモーションの動作から彼はワンモーションに進化させたんですよなるほどそうなのでワンモーションに進化するためはいもう一回はいたどたどボクシングの中でいわゆる明日のジョーのクロスカウンターって動作があるんですけど、うん、あ、こうね、でしょ、
違う違う、あなたが左を出した時に、うん、僕が右をかぶせるっていう、でこれをあの、まあ、オーバーハンドライトって言うんだけど、オーバーハンドライトの打ち方は3種類あるんですよ、うん、で顔に向けてまっすぐ左を出す、それに右にこう行ってかぶせていくっていうのと、もう一回 これを前をもう一回行ってて、でこう行ってこう行くっていうオーバーハンドライトと、次にモハメドアリが一番得意にしたのが来てワン、うん、来て来て、はい、こう来てこう行ってスウェイした後に左を出すんだよ、左をじゃないとオーバーハンドライト打てんだよ、左をこう行ってパンっていく、こう行ってパンってかぶせるっていう、だから左に避ける右に避ける後ろに避けてパンって上からかぶせるっていう、だからこれがだからダニエル式の、ダニエル式、ダニエル式の払う動作を必要しないカウンターの打ち方、うん、でここで福見さんが立ったついでにティーサグルの花の音でどうなんだティーサグルそんなの何だったっけ、やってたじゃん、なんか上げてなんか下げたりしてたじゃん、なんかなんだっけ、チミサチミス見てみたらこれやってたじゃん、踊りたい踊りたいじゃん、俺がカチャーシを教えるときにはこれあのこれは教えるけど、まずこうやってて、あ違う、初めはこうだ、まあ、これでもいいんだけど、これとで話戻すんだけど、ワンモーションのだからさっきのワンモーションのカウンターを打つためには足の動きが重要なんですよ、そうステップワーク、はい、足の体軸の変化をさせ方とかっていうのを描くためにも足の動きっていうのが実はどういう種類の足の動きで、体をさばく相手の攻撃を、だって手を使って払ってないんだから、うん、体が移動してるわけですよ、うん、で相手のパンチが届かないところに来てパーンっていってるわけでしょ、うん、次左からこっちが来る、移動してパーンっていってる、次こう来る、移動してパーンっていってるっていう、この動作全部体が移動してないと物理的に相手のパンチって当たるわけでしょ、うん、避けるために体が動いてるっていうのを足で表現しないといけないんだけど、これが難しいから切ってるんですよ、あ切って上半身だけしか映してない、上半身だけをカメラ追ってんだよね、これが映画的なうまさだし、逆に説得力が生まれない理由でもある失敗じゃん、失敗じゃない。それは映画的聴力なわけ、ダニエル超強え、オーディ編み出したって、待て待て、うまくいってないじゃん、いってるんだよだよこんだけ理屈を説明してなんでお前ら分からねえんだはぁって分かりました。でしょ。ダメだよ。でしょ。わかるでしょ。まだね、パーサグーなや。チミサチミ。なんだかな。もうだからもう君たちはヘッポコなんだよ。もう俺もあのシーン見て感動したもん。アビルドさん最高ってそろそろまとめていいでしょう、ロッキーズ見たくなったっていう、また見たくなった、毎回両と番組やるとなんかほんのりと屈辱感があるんだけど、俺なんかなんかボコボコにされてるような気持ち、今日ちょっと殴られ役ほんのりとなんか悔しい気持ちばっかりかな、でも殴るネタフルでしょ面白いからフルでしょ面白いからね、はい、はい、ということで宮城会はこれで終了でいいのか、うん、まあ時間もあれなんで、時間もあれなんで、はい、ということでございました。宮城会パート3だけじゃないですから、ああでまた話パート3ってやるつもりやるかわかんないです、ただフォーもありますしね、あとはジャッキーチェンバーもありますしね、あベニュー雪入れ会、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 マニアックだな、雪入れ会やろう、ね、雪入れ会やりたいっしょ、やりたいっしょ、やりたいっしょ、雪入れ会検討します、検討します、まあ空手がいっぱいあるもの、うん、もしかしたら宮城会発展的解消の後にベニュー雪入れ会が補足するかもしれないですけど、バンダム会は絶対ない、まあ、ちょっとバンダム会はやらない、はい、検討しましょう、はい、福耳さん、熱くなる涼さんを久美子の肖像画が冷静に見ている本当だ、久美子の前でいい格好したいんですよ涼はね、こいつがタムリントみたいに、久美子の前久美子がね、あのあれ昭和史キャッスルのとこにで二人でアハハアハってスターウォーズのエピソード2みたいに走り回るシーンがあるんですよひどいシーンね、でそこで崖っぷちのとこまで行って綺麗に崖を直前でピタッと止まるんですよ素晴らしいねそうだっけ、っていうことこの久美子の身体能力またか、実はダニエルより久美子の方が使えるやつなんですよ、もしかしたら久美子2とかで久美子と接することによってダニエルは開眼したんですよこいつはできる、そしてファック、そう違うわ、
だからこの動くことより止まることの方が難しいっていうのはもうあの電光空手打ちの話でもしたんだけど、ケンさんは止まるのがうまいからあいつすげえ。あ、兄さんがちなみに34年後を描いたオリジナルドラマ、コブラ会、コブラ会ね、ではダニエルがこの時沖縄で買っ、この時に沖縄で買ってたんだ、包丁、包丁買うしかなかったよ、ね、でも設定ではそうなってるわけね。この時に買った包丁で刺身を切る場面があるんだ、見てない小村会。あ、で、あの小村会の方では宮城さん登場しないけど、うん、宮城さんが暮らしてたあの家、宮城ハウス、うんうん、もう登場するらしいですよ。あ、でもあれほら2でほら遺言で俺はもう、こう次死ぬかもしれないから、あの宮城ハウスはお前にやるみたいな感じで、うん、遺言状渡されてますもんね。だからそこら辺も含めて、うん、車もやる、まあ、宮城さんはね、車と宮城ハウスはお前にやる、亡くなったんですけれどね、うん、ご本初森さん本人亡くなったんですけれど、小村会には宮城さんのそういったいろんなところが出てるかもしれないと。ということでちょっと、そうか、考えると、コブラ会っていう番組、去年から始まったの。去年から。で、今年第2シーズン。その時点でもう、アビルド戦はなくなってるんだよね。そう。でも、俺ら中学校の頃、コブラ会結成してましたけどね。悪そう。同じコブラ会か。はい、先生。悪そう。はい、さんさん。いじめっ子じゃん。はい、さんさん。しかも、師範代のいないコブラ会の人は、手に負えないよ。手に負えない。はい、はい、ということでございました。と、コブラ会2、これにて終了でございます。コブラ会じゃないっつうの。間違ってました、宮城会で引っ張られてた。宮城会、これにて終了でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。終わりじゃないよ、終わりじゃない。この歌、歌なんですけど、ティーンサグルーハー、やめる、時間的に、時間的にやめましょう。告知そのままいきます。はい、家賃は切ります。家賃は切って、告知がね、これともう一つ、やりましょう。こちらからいきます、はいはい。今度のね、2月11日か、うん、建国記念の日に、うん、あ、沖縄でですね、あの道口より子さん主演の、はいはい、君の笑顔に会いたくてを1日限り2回上映なんですけども、それをやります。これをこう、はいはい、どこでやるんですか。カメラ、場所がですね、沢富士ホールっていう西原町にあるホールですね。あれカメラ映らないのかな。西原町、役場の中にあるんですか、うん、ホールが。沢富士ホールっていう、沢富士未来ホールじゃなかったっけ。沢富士ホールって書いてあるな。2月11日、朝10時半と昼1時半2回上映で、実はこのね、主役をやった、これ真ん中、これ大木久津さんと、はい、うん、大きく映さない、量に合ってしまうよ、そういう。あ、私になってない。大写にし、あ、これもしかしてオートになってないとか、このカメラ、ピントが。だからさっきもピントが合ってなかったのかな。あ、マニュアルになってます。林さんが撮るときマニュアルにもしかしたら合わせたのか、うん、そういうボタンは触ってない。うん、カードがありません。カードがありません。そう、どうやって映してるの。今ちゃんとやっている。すいません。あ、今料理を読み込んだ道具さんを。はいはい、はい、はい、OK です。まあ今ちょっとチラシだから透けちゃってるけど、これ震災と関係ある話かな。あー、みたいな、うん、うん、震災と関係ある話だったと思うけど、この主役を演じた道具口より子さんもいきなり来沖して舞台挨拶がありますので、2月11日、西原町の沢富士ホール、はい、前売り券が1100円、当日券1300円、学生は500円かな。保護士さんでしたっけの話かな、まあ、要はもうあの悪いことした人を更生させる人、うんうん、ね、もう若い頃あんなに悪いことをいっぱいしてた道具さんがこのそういう保護士さんをやるというも、うん、本当にこの説得力のある。いや、道具さん悪いことしてないけど。建国記念の日にやりましたね。やんちゃしてた道具さんが。踊りましょう。記念日って書いてある。はい、ということです。で、もう一つがあれです。シアタードーナツ、2月9日土曜日ですね、短編映画カモメの上映&トークショーが行われます。2月9日土曜日、沖縄市にある、シアタードーナツです。入場料1300円、夜7時から1回目で、夜8時15分から2回目の上映、間には、宮島真一さん と、監督の又吉さんのトークショーあります。はい、ちなみにカモメは、1987年に制作された8ミリフィルムのショートムービーをデジタル再編集したと、2018年版でございます。エンさんってあのエンさん、そう、監督と主演は沖縄フィルモスや泣き人村観光協会立ち上げ、郡島ハートロック仕掛け人の一人でもある又吉エンさんです。はい、ちなみに、相手役はその後結婚した、中曽根久音さんです。
でございます、はい、なかなかこういう絵が見られないので、ちなみに評論書いてましたね。あ、また見切れてますね。はい、どうでした藤木さん、ぜひちょっとね、ちょっとなんかこうもぞもぞしますね。あ、そう、青春の気恥ずかしさ的なところ、恥ずかしい感じがします、ね、ところ、そういうのは最高の酒のあてになるんですよ。もう 今作ることができないという、もう、なるほど、うん、はい、その瞬間。そしてもう一つが、これも何度もやってますけれど、これもちょっとあそこ持っていいですか。仙骨でございます。今沖縄県内で、大ヒットになっております。話によると、あ、沖縄でね、先行上映してるんですけれど、沖縄の方では、クイーンのボヘミアン・ラプソディ、ボヘミアン・ラプソディを超える興行収入を記録しているということで大ヒット飛ばしてます。こちらの方も、2月の9日から全国公開されますので、ご興味のある方はぜひ、お近くの映画館でご覧いただければと思います。一応関係はしているので。そうそうそう、はい、ということです。以上です。あれ、これこの画面が映るんだ。この本当だ、あの、あ、ガガガ、音になってしまったんで、フル音。なるほど、あ、本当だ、なんかモニターの画面として映ってる。はい、コメントご紹介しましょう。徳美さんが見どころ豊富、田中邦衛のポ、田中邦衛のポスターに佐藤の後の嵐、ティンサヌグの花の踊り、ちょっとしかないからね、でんでん太鼓、ベストキット2、必ず見よう。あ、見てないの。だから見てないって言ったじゃん。あ、最初に見た方がいいっすよ、超面白いっすよ。兄さん、宮城会堪能しました。で、原切さん、スパルタン X ということで、あ、ベニー会、ベニー系ですよ、ベニー系で、ベニー系でリクエスト取りました。わかりました、検討します。もうね、もうね、最後ジャッキーが飛び蹴りで、でタッて押さえるっていう、こうね、もうあのスパルタ X の名場面ですございます。わかるよ、はい、もう知ってるよ。はい、ということでございました。感想いいですか、皆さんも、うん、はい、もうちょっと終わりにしましょう。もう11時になったんで、はい、もう早く終わろうとしてたのに、今日そうだ、11時にぴったり終わらそうと思ったんですけど、まあまあまあ、けど堪能したということで、皆さん本当ありがとうございました。次回の、木曜キネマ探偵団は、3月の7日木曜日の予定です。で、ああ、まあ、まあ、木曜ね、木曜です。で、金曜キネタンその前ですね。3月、3月7日、また7日なんだ。はい、ああ、同じ、じゃあ今日も7日で珍しいなと思って。なんか問題でも。いやいや、お前の2月7日の方を見ていってたから、うん、こっちです、こっちです。はい、ということで、あんまりないパターン。だと、あの、トカン小座で行っている金曜キネマ探偵団は、2月の15日を予定しております。はい、ぜひご覧いただければと思います。はい、じゃあ今日も本当に皆さんありがとうございました。はい、なんか疲労困憊って感じ。なんでだろう。楽しかったですよ。飲みに行こうぜ、この後。なんか語ろうぜ。行くかみたいな感じですね。あの、原切五郎さんがいっぱいコイン追加して。ああ、原切さん、ありがとうございます。原切さん、ありがとうございます。いっぱいコインいただいたように、雪入れって書いてますから。雪入れ。やっぱやらないとね。じゃあ皆さん、じゃあ雪入れで最後終わりましょう。サイクロン Z。じゃあ、サイクロン Z。Z ということで。飛び後ろ回しで、もうね、もう、サモハンノックアウト。最高。宮城会、宮城会。あの、佐藤さんちょっとサモハンに似てませんでした。似てますね。あ、いや、あ、顔がね。佐藤さんはね、どちらかっていうとね、義母敏郎さんに似てるんですよ。うちのうち似そうな顔では。まあね。佐藤さんってのは戸口佐藤です。みんな見てる時に絶対あれ義母敏郎だよなって、空港支配してるしとか、なんか、そう義母敏郎会長だよって。めっちゃもうなんかその話で盛り上がったのに、最後に言っちゃった。最終的に。ベストキットズ面白いね。面白いでしょ。最高だよ。見どころいっぱいだよ。だから見どころは異様にありすぎるね。あんないいスーツ着てるからだけど、義母敏郎しかいないとか。じゃあもう次の宮城会もまたパート2で。よろしくお願いします。じゃあ皆さん、また次の宮城会で。さようなら。はい。シネマラボ特艦小僧の木曜シネマ探偵団。沖縄屈指の映画教習団シネマラボ特艦小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまつわる面白トーク番組、ユーストリームで全世界に配信。シネマラボ特艦小僧の木曜シネマ探偵団。